こんにちは、シャケテルです。皆さん、最近ドキドキしたことありますか？ドキドキしないんですよね、日々の生活に。今日ご紹介する商品こちら、バン、ドキドキ体験シリーズ。商品名はツインポップ。4つのキャンディーが入ってます。そのキャンディーをいろんな組み合わせで食べると味が変わるっていうやつです。中に入ってる飴は4種類、ミルクとストロベリー、バナナとメロン。どんなパターンで食べたらどんな味がするか、こちらです。ストロベリーとバナナでキウイ、バナナとメロンでクリームソーダ、ストロベリーとメロンでサクランボ、ミルクとバナナでバナナシェイク、ミルクとストロベリーでストロベリーシェイクと思いきやいちごミルク、ミルクとメロンでメロンミルクかと思ったらメロンオーレ。そして一番の驚き、この4つの飴玉を一緒に食べたらどんな味になるか、すごいです。びっくりしました。一緒に食べるとどんな味になるか、じゃん。正解はミックスジュース。ミックスジュース、そりゃそうですわ。